やっぱ世界があって日本があるんだから、それは河村さんどうのこうのよりも市長の責務ですよ。名古屋市の河村市長は今年8月に東京オリンピック金メダリストのメダルを噛むなどした問題以降、対外的なイベントや式典への出席を自粛していますが、来月5日にオンラインで開催されるイタリア・トリノ市との姉妹都市提携15周年の記念行事に出席する意向を示しました。いわゆる金メダル問題以降、河村市長が対外的なイベントや式典に出席するのはこれが初めてになるということです。